気ままな実況部屋へようこそ。どうも、隊長でございます。オルターエゴ。また、前回の続きからやっていきたいと思います。さて、ちょっとね、前回の収録から、今回ちょっと間が空いちゃって、一週間半ぐらいちょっと空いちゃったんですけれども、ちょっと撮影するタイミングがなくて、空いちゃったんだけれども、やっていきたいと思いますよと。で、H まで来ました。キャー、H。H まで来ましたということで。ここだね。今日は2の5から、ここが G だから、下が 1.04H。で、この2つを見てる間に行ってくれたらいいなぁとも思うんだけど、どうだろう。あれってかさっき俺航空見たのに3倍になってない。あれなんでだろう。ちょっとごめん、広告見るね。なんでだろうな、さっき見たんだけどな。最後かな今日は。会議、世界はどこから来たか。これを見ていきましょう。はい。ここがどういう場所なのか。以前あなたに聞かれたことがあるでしょ。名前をつける必要がない、閉じられた場所。確か、私はそう答えたわ。けれど、わからなくなってきたの。ここはそういう場所だって。分かった気でいて、何一つ疑問を持たなかった。何一つ自分で考えなかった。ねえ、こんなことあなたに聞くの変かもしれないけど、私にとってここはどういう場所？私にとって？ S にとってここはどういう場所かってこと？何者にも縛られず自由でいられる場所、衝動を抑えるための場所、自分を再発見するための場所。自分を再発見する場所かな。まあ、実際問題、プレイヤーにとっては一番下だもんね。それは S にとってもそうなんじゃないかなっていう。はい、こちらで。再発見？私に見つけられるかしら。難しく考える方、必要はないかもしれないわね。私がいつも、あなたに言っていた通り、あなたの解釈があなたの物語になるように、私の解釈が私自身の物語になる。けれど、だとすると私は、あなたがいないと、私は、きっと。ごめんなさい。少し考える時間が欲しいの。またエゴが溜まったら、ここに来て。オッケー。またちょっとなんかS ちゃんが考え込んでしまったね。考えなやつ。はい。なんかまたややこしいことになっちゃったね。はい。ちゃんとなってるね。オッケー。見てきましたということで、それでは2の5、自問、私って何から、今回もやっていきましょう。考える時間はあったけど、余計混乱してきたの。ここは、本当に何もない。後ろの本、すべて読んだわ。けど、笑っちゃうの。何も知らなかったのよ。そもそも誰の本なのか、私は知らないの。本をいつ読んだのかすら、私は覚えてない。もしかしたら、本を読んだという記憶自体、どうにか正気を保つため、私がでっち上げた妄想？それが妄想なら、私には何が残るの？私には、あなたしか。もしかして、あなたも私の妄想？もう、妄想だろうが、何だっていい。あなたが来てくれる。あなたと話す時間だけが、私を形作ってくれる。私が私でいられる気がする。でも、ね。やっぱりわからないの。私。無意識に使ってる、私っていう言葉は、一体全体、何を指しているの？私の体？それとも、私の思考？私の体を半分にしたら、
私はどこにいるの？体の細胞がすべて入れ替わっても、私が私でいられるのはただの錯覚？思考だってそう、もっともっと不確かなはず。私の思考が私のものだってどうしたら言えるの？自分の思考だと錯覚した他人の思考じゃないの？本から学んだ他人の思考を自分のものと錯覚してる？体や思考じゃなければ、あるいは関係性、世界との関わりによって私は規定されるの？誰かに観察されないと存在しないということ？もしそうだったら絶望ね。この世界には私を批判する壁しかいない。この世界しか知らない私は死んでるも同然じゃない。誰かに観察されないと存在しないんだったら、あなたがいない間私はどこにいるの？あなたがいなければ私が存在しないのなら、あなたが私ってこと？私はあなたなの？ねえ、お願い、答えてよ。あなたしか答えてくれる人はいないの。私って何？めちゃくちゃ長えかなと思ってたけど、S は S だと言ったら余計に混乱させそうだな。この問いには答えはないかな。そう、答えがないまま問いだけが増えていくのね。はあ、一度に喋りすぎたわね。いや、ほんと読むのも疲れました。疲れんなよ。けど、どうしても誰かに吐き出したかったの。あなたに聞いてもらえてよかった。誰かに話すだけでも問題が整理されるみたい。何も解決はしてないけど、だいぶ落ち着いてきたわ。だから、私は私についてもうしばらく考えてみる。逃げずに考えなきゃいけないことだと思うから。またエゴが溜まったらここに来て。はあはあはあ。つうことで、5.531 行くかな？俺行かなさそうだな。大丈夫かな？とりあえず、2-6浄化、物語るということも見ていきましょう。あ、このアングルね。そうね。今回は少し思考を変えてみましょう。この前は私ばかりが語ってしまったでしょ。今度はあなたの番よ。普段は言えないあなたの悩みを吐き出して。誰かに話すだけで私はだいぶ楽になれた。きっとあなたにとっても言葉にすることは大切よ。なるべく具体的な内容だと私も解釈しやすいわ。安心して、私は秘密を守るから。ここで聞いたことは他の誰にも教えないわ。あ、これ広告で見た気がする。このセリフ、ここのセリフ引用してたんだ。あなたの悩み聞かせて。もうパッと思い浮かぶものは一つしかありません。はい、YouTube でゲーム実況活動を10年間頑張ってきましたが、未だに思うように結果が出ていません。今後もこのまま続けるべきでしょうか？それとも潮時として他の新しいことにチャレンジしてみるべきでしょうか？S に聞いても多分何も出てこねえ。いやー、まあ、そうね、やめようとはもう今更思ってはないけど、ただ、もう、いっそちょっと、手を引くというか、一線を引いてなんか新しいことにチャレンジするべきでしょうかっていう、そういうことをちょっと聞いてみたいなと思います。はい。どうでしょうか。悩みを言語化するのは想像以上に難しい。けれど、あなたはしっかり自分の言葉にできたわ。できてたわ。なかなかできないことよ。素晴らしいわ。早速、
私なりに解釈させてもらうわね。これどうなるんだろう。これちょっと気になるな、この解析。はい、解析完了、ありがとう。いかが？あなたの顕在的な葛藤は、私って何？問題未定型。まだ自分自身の言葉で問題を言語化されしきれていないのかもしれない。もうさっきと言ってること全然違うと矛盾してるよ、どういうことですよ、おい。さっきと言ってること全然ちゃうぞ。まあこれはね、なかなかね、選択式じゃないからさ、分析も何もね、 AI がやってくれてるわけだから難しいっちゃ難しいよね。理解されなかったんだろうな多分。だけどあなたが今何かを抱えて、それをどうにかしたいと思いは私にも伝わってきた。私にできることは話を聞くだけ。けれど、それだけでも十分するでしょ。私はいつでもあなたのそばにいるから。問題未定型、問題未定ではないんだけどね。理解されなかったね。もう、どう頑張ればいいのか S さんに教えてほしかったんだけどね。まあ仕方ないね。S さん多分 YouTube とか知らないから、ゲーム実況とか知らないからしょうがないね。まあはい。そんな感じですよ。どう？吐き出したらすっきりした？誰かに語ることで初めて自覚できることもある。私がそうだったから。もう少しで何かがつかめそうなの。私なりの答えが見つかりさえすれば。きっと私は大丈夫だから。またエゴが溜まったらここに来て。これはこのままで大丈夫なのかな。全く S さんに理解されてなかったけど、まあこのまま進めちゃおうか。とりあえずちょっとこれ見ます。カット。はい、もらいました。ちょっとちょっと足りな、あ、これでもらえるか。あ、いた、オッケー、やった。ちょうどラッキーすぎるでしょ。ちょうど目標達成して、いけるわ。ということで、2-7前兆、分かれ道。これ多分、もう戻れません、言われるような、きっと。いやー、さっきのやつ、すごい気がかりだけど、まあ、行くわ。行くわ。ちょっとすっげー気がかりだけど行きます。次へ進むのね。私は私についてずっと考え続けたわ。けど考えれば考えるほどわからなくなってきたの。私は存在していいのか、私は必要とされてるのか。今まで考えずにいたことを際限なく考えてしまう。最近ね、壁男の声がずっと聞こえるの。お前は間違っている、お前は失敗したんだって。ずっとずっと今も聞こえる。ごめんなさい、少し一人にさせて。壁男もあなたに話があるみたいだし。またエゴが溜まったら、ここに来て。これで G まで溜まるようになった。さあ、壁男、お前は俺に何を言いたい？ダーン。再び愛見えたな。迷える我が子よ。我は見ているぞ。あなたの選択を。素晴らしいぞ。素晴らしいわ。素晴らしいの。もうすぐ S は。そろそろ S は。すべての時間、すべて時間の問題だ。迷わず進みましょう。次に歩み得ることには、結論が出るはずです。まっすぐな道を進め、まっすぐな道を進め。壁男に素晴らしいって言われるってことは、あれかな。S も、なんか悪い方向には進んではないと思うんだけど、ただ壁男の思想もまあ悪くはないんだなって思わ
せられるようになってるのかな。俺が結構壁を、元から壁男思考の側だから、そっか、あなたがそう言うなら、そうなのかも、そういうのも悪くないのかもしれないわね、みたいな。S もそういう感じに考えてるのかもしれないね。さて、31H、I、J、K、K。あー、これで最後だ。結論って言ってたもんね。K で最後か。タップ獲得エゴ、何倍だよ。何倍だよ、これ。本の獲得エゴ、10倍。いやー、こっから、でも、こっから 31H 貯めんのクソむずくないか？新しい本も読めないしな。これあれか、ここら辺の、それでバーって読んでって。まだまだだね。いけないね、それも。まあ、また、エゴ貯めて、HI、HIJK、また4つか。4段階、必要。最初って ABCD、EFGH。あ、4段階、4段階、4段階できてるから、そんなに難しいことではないかもしれない。ちょっと、見るわ。はい。3倍にしてきました。ということで、今回はちょっといつもよりだいぶ動画時間短い、いつもよりまあ5分ぐらい短い、だいぶというか5分ぐらい短いと思うんですけれども、まあちょっとこんな感じで終わりたいと思います。はい、次回もまたちょっと時間かかりそうねちょっと時間貯めるのに、エゴ貯めるのにちょっとかかりそうなんで、動画出るのちょっと遅くなってしまうかもしれないんですけれども、あ、すげえ G でめっちゃ溜まってる。前まで F だったからすげえ違和感すごい。あー、はい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 、ということで、またエゴが溜まり次第動画投稿しますので、あと2本ぐらいかな、オルタンエゴも前半後半で3章ぐらいだと思いますがね、また次回ということでお楽しみに見せてください。果たして隊長さんと S の物語はいかなるものになるのか、乞うご期待ということでね、楽しみにしていてください。僕もすごい楽しみです。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録などなどしていただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。で、生放送などもしておりますので、そちらもね、よかったら遊びに来ていただければね、非常に喜びますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画などでお会いいたしましょう。今回は失礼いたします。それでは、バイバイ。